古い映像作品や個人制作の動画音楽など権利者がわからない著作物の二次利用が容易になる。文化庁は5日、利用者からの相談を受ける窓口組織を設け、一定額を支払えば速やかに許諾する新制度の素案をまとめた。流通の壁となっていた複雑な手続きを簡略化し、デジタルコンテンツ市場を活性化させる狙いがある。2023年通常国会への著作権法改正案の提出を目指す。ネット配信などコンテンツ事業が拡大する中、著作権処理が難しい作品群が主に2つある。1つは古い映像だ。テレビドラマや演劇など制作時に配信を想定していない作品をデジタル化する場合、原則として出演者全員の了解がいる。映画でも制作会社が清算され連絡が取れないケースが出ている。また動画投稿サイトや SNS 交流サイトで流通する個人制作の動画も利用許諾を得るにはハードルがある。創作性が高い作品もあるが、作成者が匿名で二次利用の可否が明示されていないものが少なくないためだ。現行制度では権利者不明の著作物でも文化庁長官の裁定を受ければ不正や配信といった二次利用が可能になる。ただ権利者を探すために広告を出すなど必要な手続きには1ヶ月から2ヶ月までかかり、企業にとって手間とコストが重かった。新制度の柱は相談に応じる一元的な窓口組織の新設だ。利用者が権利者を把握していない場合、窓口が著作権管理団体のデータベースを参照し伝える。最終的に権利者不明の場合は著作権使用料の相当額を窓口に納めた段階で暫定的に利用を認める。新制度は知的財産を扱う企業にとってメリットが大きい。古い作品の権利処理が容易になるため、過去のコンテンツを活用したメタバース仮想空間のイベント開催などで収入を得やすくなる。映画会社との声がある。 UGC ユーザー生成コンテンツと呼ばれる個人作品の流通促進にもつながる。有識者会議はデジタルトランスフォーメーション時代の市場変化やテクノロジーの進展に柔軟に対応し、文化芸術を下支えする著作権制度が必要と強調する。海外は先行している。文化庁によると、北欧各国は1960年代以降、権利者不明の著作物でも各分野の管理団体が包括的に利用を認める拡大集中許諾制度を順次取り入れた。アーカイブ放送や教育活動での二次利用が広がり、流通拡大の効果があったという。経済産業省によると、世界のデジタルコンテンツ市場は2018年時点で約2300億ドル、約31兆円。19年から23年までで都市平均 8.2% 伸びると予想されるが、日本は 6.8% で世界平均を下回る。アニメなど海外で評価の高いコンテンツが多い一方、強みを活かせていないとの指摘がある。新制度は法改正から一定の準備期間を置き導入される見通しだ。文化庁は窓口組織の運営方法を検討するが、利用者の相談に迅速に対応できなければ使い勝手は良くならない。良質なコンテンツを生かす十分な体制整備が求められる。ニュースの言葉は以上です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。ご視聴者様にとって
本日が良い一日となることと、ご紹介した内容がご視聴者様のお役に立てれば幸いです。毎日更新をしております。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。